上司営業部富山信用金庫は、富山県富山市に本店を置く、信用金庫である。通称は、富信。2019年3月現在、富山市内に22店舗、井水市内に4店舗、高岡市、中西川区上市町、道郡立山町に、それぞれ1店舗ずつの、計29店舗を展開しているほか。 富山市、今泉生部長に、ローン、年金、事業性融資等の受付、相談に特化した B&L コンサルティングスクエアも置かれている。現在の店舗については、店舗一覧を参照。ATM では、北陸3県内に本店を置く、信用金庫のカードに限って、ATM 利用時間内にかかわらず、入出金手数料が終日無料で利用できるほか、 北陸3県以外の信用金庫のカードでも、平日8時45分から18時の入出金、土曜9時14時の出金に限り手数料が無料で、利用できる。2010年4月22日、中西川郡上市長に本店を置く、上市信用金庫と合併することを発表した。合併後の存続金庫、名称は、富山新金で、総預金残高が、 高岡信用金庫を上回って、県内最大手となり、北陸三県内の新金としては、福井、金沢の各新金に次いで3番目の規模である。これに伴い、旧上市新金の7が、店が、富山新金の店舗として加わったが、このうち旧上市新金本店営業部は、富山新金上司営業部に、旧上市新金富山支店は、富山新金大泉支店に、 それぞれ解消した。また、旧上市新近店に割り当てられる店舗コードについては04、X 番台が付与された。富山、上市新近合併へ、高岡抜き県内最大臣富山新近、コンサル機能工場を、北陸財務局合併を、認可産地理事長が、豊富富山新近と上市新近、2月14日、合併、合併後の店舗一覧より、 なおにが、店はすでに閉店し、現存する9、上一新近店は5が店。ありがとうございます。